OK ですか。はい、366回目、はい、ユーストリーム、はい、はい、今日も堺のお留守番です。よろしくお願いいたします。前回ちょっとね、あの音帯がしばしお帰りいただいたんですけど、あんまり印象なかったよね。堺ちゃんが強烈すぎてあの大きい人、はい、いや私はあの人なしではちょっと個性は出せないと思ってますあの方だから拾っていただけるし、フォローしてもらえるし、ね、いやもうちゃんとここへ、うん、あの、はい、看板も立ってますし、もう多分帰りづらいと思いますさあ、ここの間に赤い二人がいるんですけど、はい、今日はですね、あのいや本当に久々にね、前もお会いしたことあるんです。いや、ジャイブの時に出ていただいたんですよ。でその時はちゃんと歌を聴かせていただいたんですけど、歌楽しみ何も聞いてないいやいや贅沢言うよ、いや贅沢言うよ、はい、はい、じゃあちょっと私、はい、よくお二人をご存知じゃないので、はい、教えてください。はい、はい、広島で活動してます、カープを応援するロックバンド、レッドヘルアーミー赤ヘル軍団のボーカルの、僕はしょうちゃんです。で、僕がケンちゃんです、はい、よろしくお願いします。名字ないんだ。あ、竹岡翔一です。竹岡翔一です。で、本田健二です。本田健二。翔ちゃん、健ちゃんじゃないですか。ああ、そうですね。いや、まあ、翔ちゃん、健ちゃんで、うん、はい。よかった、よかった。へえ。探していただいたらすぐ見つかります。ああ、もうすぐ見つかります。はい。はい、で、まあ、その活動して、今、8年、この子ね、一昨日ぐらいにどれぐらいやってるっけみたいな、どれぐらい付き合いがあるんだっけみたいな話したんですけど、ちょうど8年、まあ、ちょうどじゃないですね、8年半ぐらい。うん、ずっと一緒に、遡るとそれは何、ね、何歳の頃からです。何歳だろう、30なるかならないか。ケンちゃんは高校生なんだろうね。そうですね、高校生。8年前が高校生。8年前が高校生。高校生18とか、ね、あ、そうかそうか、そうかそうか、8年前が高校生、はい、近いわ近いよ。何がこう聞きそう、ね、聞き逃しそうになって、って戻ってます。近かったっけ？そうね、鬼にやられてしまえ、本当。節分のこと。いやでも8年半ね、ずっと応援し続けてよかったですね。そうですね、そうなんですよ。ありがとうございます。本当にもう去年は優勝して、ね、でもうちょうどあの去年あのカープのですね、僕らもずっとそのために頑張ってたともあるんですけど、カープの公認をもらって CD も出すことができて、あ、すごいね。あ、そうです。もう本当にそれが何より嬉しい。こちらの方です。この侍を撮ったのこれいいんですね。あ、そうです。これ公認なんです？はい、カープ公認。ここにちゃんとシールも、はい、はい、カープグッズ。もう本当に嬉しいですね。コピー品じゃないですか。あ、コピー品じゃん。かなりやましいこと言われてる。鬼に切られてしまいます。カルフと抱えてる。すごいじゃないですか。そうなんですよ。いや、もうこれ、あの、うん、ちょうど公認がもう取りたい、うん、もう取りたいねって話はずっとしてて、うん、で、あの、そうなったらもうじゃあジャケットもカープユニフォームもちろん着たいし、うん、っていう話で、で、去年の5月5日に発売したんですけど、はい、その子供のセクニ、あ、そう、もう恋のぼりですか ね、 うまく合わせてるんだと思って、5月5日にあの発売したんですけど、うん、もうそのジャケットのイメージとか撮影とかもあるじゃないですか、うん、で結構ギリギリまで公認が降りなくて、あ、やっぱりそういうもんなんだ。そうなんですよ、もうけど公認が降りる前から、うん、アミューズさんにはもう相談しててですねそうなんです、もうその撮影もじゃあもう行っちゃえと、うん、もうここに降りてないけど、うん、とりあえずユニフォームで行っちゃえっていう感じで、うん、もうプロモーションビデオの撮影もしていただいて、プロモーションもあるんだ。あります、あるんです。誰がかっこよく出てるの。もうかっこよく、もちろんもうね、もう男前ね、もうすごい素晴らしい、もうイケメンですごい楽しみにしてる、ね、そうなんです、撮影して、もう結構もうその発売直前までハラハラドキドキしながら公認が降りるかどうかなんで、うん、まあでも結果的にはまあ公認が降りて、でもやっぱりそういう強気なのがいいよね、うん、そこでなんかどうかわからないからとか言うと、なんかこう、うん、
不幸引き込みそうだね。だから行っちゃえ、分からないからやらないよりね、分からないからやっとってしまえば、そうそう、なんかこう、何か、ね、そういう強気ってこう運を呼ぶじゃないですか。そうそう、強気がいいですね。やってみるのが大事、一歩でも。そうですね。そしたらね、とりあえず数字にはなりますからね、自分の中の。ね。いや、でもおめでとうございます。いや、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。その年に優勝というのは、本当に、本当に嬉しかったですね。結構俺様のおかげぐらいなの。いや、もう俺様のおかげ。わしらのおかげじゃないかみたいな。わしじゃ思う。怖いわ。こういう付き合いの方っていつも気になるんですけど、はい、この8年間の間に、ええ、こいつすげえムカつくとか、うん、マジこいつとやれんとか、はい、うん、そういうのってないの？この2人の間でいうか、まあそのグループの間でもいいし、グループ内で、あ、いやでもないことはないですよ。順風満帆ではないではないし、うん、まあ、やっぱりその今もその初期メンバーっていうのはこの2人だけなんですよ。8年もやってればいろいろあって、うん、で、まあ、ただだからといって本当にすごい喧嘩とかはしてないんですけどね、うんうんうん、本当まあその方向、よくあるやつですよ、方向性の違いってやつは、うんうん、本当に、まあ、やっぱ大人だから方向性も違うし、やっぱ仕事のこと、うん、いろんなことが、まあ、いろんなことが絡んで、ね、そうですね、ありましたし、でも初期メンバーでずっとね、はい、2人やってらっしゃるのいいじゃないですか。いや、絆が、絆ですね。それは誘ったの誘ったのは僕の方からですね、うん、で、もっと、あ、どうぞどうぞ。いやいや、腕を見込んでですか。いや、もうそんな本当になんかたまたまというか、たまたまですね、なんか引き合うものがあったんですね。いやいや、なんか運命感じとる。違う違う、言った方が面白いじゃん。一応あるでしょ、だって聞いてとか、ドラマを聞いてとか。いや、あの、実際僕ないんですよ。なかったんですよ。え、ないけど何か見て、あら、この人だって思った。まあ、ほんとライブハウスなんですよ。ライブハウスが出会いで、僕もともとドラム叩くんですよ。初めはもうドラマでずっとやってたんで、でその同じ日にたまたま対バンだったんですよね、うん、で別のバンド出てて、僕はこの彼のバンド見てなくて、で僕のバンドの方を彼が見てて、でライブ終わった時に話しかけてきてくれたんですよ。いや、本当すごかったですみたいな。運命の出会いですね。で、と思って。持ってる。で、その話をして、まあまあまあ、頑張りなよみたいな。で、あの、そのうちちょっと僕、ボーカルでバンド組みたいと思ってるから、もしかしたら声かけるかもみたいなことを言ってたんですよね、彼に。で、後からそのライブハウスの人に聞いたら、あの、まあ、本田健二って言うんですけど、あの、健ちゃんが、あの、ああやって話しかけるなんてめったにないよみたいなこと聞いて、へえーと思って。ライブハウスの人もやっぱりなんかこう、ね、なんか引き合うっていうか、惹かれるものが、なんとなく、なんかがあるんですかね、やっぱり。まあ、本人しか分かんないですけどね。本人が話しかける。本人もあまり分かってないかもしれないですよ。なんか、ほら、本人も分からないけど、つい話してしまったとか、ああいうのは、そういう運命的な感じじゃない？本当に自分、その周りに全然興味がなくて、その時、もう他のバンドが出てても、別に見ずに自分の出番だけ本当に盛り上がればいいやっていうぐらいだったんですけど、もったまたまもう、その翔ちゃんがドラム叩く姿を見て、わ、この人なんてそのパフォーマンスとか見せる力がすごいんだろうっていうのも目の当たりにした時に、もうやっぱ忘れられなくて、もその日にもうすぐ話しかけようって思ったのが、もうその時が初めてでしたね。それ一目惚れっていうやつよね、でも結局ね。そう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 、言ったらもうそうですよ、本当に。初めて聞きました、8年半。いや何かあ、そうだったんですね。ちょっと照れますね。目の前で褒められると、ね。まあまあまあ当然なんですけどね。来ないか持ってるよね、ケンちゃん。なるほどね。それは運命の出会いと言ってもいいよね。そうですね。その次気になるの、今年もそのカープっていうものにも専念して歌やっていく、はい、やっていきます、はい、じゃあまたアルバム出される、購入もらったし、はい、そうですね。え、こ
これはなんか始球式っていうか、あのあそこでなんかこう歌っちゃったりとか言って声かけられたら行く？いやもちろん行きますね。もうそれ断る理由なんかもう何もないですね。やりたい、やっぱり。いややりたいですね。うん、やりたいよね。ああいうバンドとかだっても歌国歌斉唱する場合はやっぱりボーカルだけになるのかな。いやそうなんですよ。いやそれはすごい思ってて、うんうん、どうなのかなと思いながら。結構あの4人でしょ、メンバーで決まっとるよね。なんかまあアカペラはアカペラだと思うんですけど、ね、普通に立ってもいいんじゃない。1人歌って3人後ろでずっとこうそ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 う、あそう、それいいと思う。いやいや君がよ、君がよ怪我したやめダメダメ、すぐ怒られるよ。ああ怒られます、怒られます。何やってんの、絶対ネットで叩かれるやつですね。真面目にやってても音痴だったらすごい怖いなって。声は出さずに、うん、こう厳粛に旗振っといたらいいんじゃないですか、とかそういうパフォーマンスだったらね。あとか、まあ、そうかそうか、そうか、あそうよね、一緒にならんで拾わなければいい。いや拾っても悲しい、拾ってもそのちゃんとフォーハムになってるとか、あ真面目に歌ってるなだったら、あのきっとお年寄りの方々も許してくださる。お年寄りはね、ネット打たないからそこまで文句言わないんですよ。あもうネット中に若い人が言うの、そう、この世代が一番何か言いたいの、うん、ああなるほどね、何か言いたい、何か言いたい、何か言いたい、うん、これバンドってみんな上手いの、やっぱり今はでもまともな方ですね。いや今まで、今まではまあ今までが悪かったってわけじゃないですけど、いやいや今までもうその歌ってほしいなっていうのもあったんですけど、やっぱりそのボーカルって結構一人で歌ってるよりもやっぱコーラスがあると全然盛り上がるんじゃないですか、聴く側も。あったんですけど、なかなかこう積極的っていう感じはなくて、消極的だったんですよね本当に。でも今のメンバーはあのもともとね、歌は僕でも歌えないよって言ってたメンバーがものすごく歌ってくれてたりするんで、まあ、そのメンバーが歌ってくれる、歌うイコール他のメンバー歌わざるを得ないというかな。もちろん歌うじゃないですか、うん、まあ、すごい今一番いい感じですね、ですね、うん、本当に。じゃあちょっと歌ってみよう、みんなで言った時に音痴を発見しました、例えば、はい、すっげえ音痴を発見しました、はい、言う？うーん、すっごい、すごい嬉しそうだな、うん、はい、ちょっとモニタリングっぽいですね。すっごい嬉しそうに、めっちゃノリノリなの。じゃあここ俺やるよ、ソロとか、うん、そこまで言ってて、そうここやるよ。かなりのメンバーですね。多分それ人間的にもうアウトかもしれないですね。ソロやるよみたいなこと言われたら、4人で歌ってみんなで、あのポジションがあるの、はいはい、それぞれね、はいはい、じゃあここ俺やるよ、はい、うん、って言うけど、すっごい大事なところですっげー音痴なの。言いますね。やっぱり俺は言いますね。ケンちゃん悩んでるわ、うん、いやでも逆にその立場あったら言ってもらいたいですね、うん、やっぱり音痴を人前で披露するのっていやっていうかね、そこそこの、ね、ちゃんとしたバンドだったらさ、うん、そのみんな耳は悪くないわけだから、ね、自分の音痴をまず発見できない時点でアウトでしょ。いや結構でもこれってまた難しくて、違うんですか。いやいやそうなんですよ、楽器音楽をずっとやってるから、じゃあ歌がある程度歌えるかとか、うん、その歌の自分の音程が取れるかどうか全く別物だと思います、そういやだと思いますね、あの、うん、僕はですよ、うん、なんかあの、ね、素人だと思うんだけど、こう周りから言わせればそのすごい演奏してるわけだから耳はいいはずなので、うん、自分の音程が取れてないのがわからないのかなと思うけど、難しいから。小室哲哉音痴だったじゃないですか。ああの誰かと組んでたよね、はい、一時期ね、まあ、いろいろ組んでセク、うん、アクセスの はい、組んでましたね。組んでて2人であのちょっとバンドをやった時に、どうしたこれ。やっぱりすっごい彼は分かってるでしょ、音楽戦争で、うんうんうん、でも自分が歌った時には あれやっぱり客観的なのと主観はやっぱり違うんだね、自分のことは分からないね、やっぱり。まあだと思いますね。いやそのやっぱ初めて僕もその周りからまあそれ、まあ、小さい頃とか、まあ、歌うの大好きだったんで、歌ってまあうまいとかって言われて、まあ鼻高になるじゃないですか、うんうん、でその一応録音してみたことあるんですよ、カラオケで、ちょっと一回録音して聞いてみようと思って、聞いた時になんだこれと思って、
自分の思ってるのと違うんですよね。あの声からまず違うしね。そう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 。響く声ね。もうそこから僕直していきましたもん、やっぱり。もう自分が聞いてかっこいいと思わないとダメだってとこから、はい、直せる人だったよね。いやいやいや、ボーカルですから。直せる人だけいたってボーカルになれたけど、直せないままボーカルになってる人いるでしょ、ああいうの見に行くと。あの多分自分の声とかこんな風に聞かないんよね、うん、きっと。だからスピーチが上手い人でも必ず自分の声を聞いて鍛錬するっていうけど、やっぱり聞かない人は治らない。また気づくか気づかないかってもあると思うんですけどね、それがいいか悪いかっていうところで。やっぱりすごい真面目な方だなと思って改めて思いました今。普通はだって聞かないじゃない、なかなかね、歌ってる人って。もナルシストのだけですその言葉なんか言いにくいけど、私もたまに聞く自分で偉いねしながらちょっとアカペラで、あ、今の上手かったんじゃないと思ってちょっと撮ってみて、下手に一人で撮るのに緊張するんだよね誰も聞かない、撮る時になってちょっと声がワントーン高い、うん、なんでこの浮いた声を、思ってすぐ消す。え、実は私歌は取らないけど、はい、あの喋るのは取りますよ。久美さんもじゃないですか。でそうしないと、でも喋るのさえ恥ずかしいけどね、やっぱり聞くとき。自分の声ってもうね、なんか、ね、割とこうなんていうの、こう歯切れよく喋ってるつもりだけど、うん、意外に鼻にかかってダーダーダーとか、そういうのがやっぱあるから、その喋ってても恥ずかしいので、その歌を取るって相当やっぱりね。うん、なんか覚悟いるからとデビューですか、ちょっと写真集も撮るって言ってたし、独りよがりっていうタイトルで写真集だと英語だから社長にちゃんとボディメイクしてもらって影をね入れてもらって、そこから多分黒とかに塗られてだからもういっそのことね、あの DVD にしたらいいと思うね、歌いながら使われるよ使われるよ知っとる人みんな使われるよだからこう独りよがりという写真集も夢見てたけど、うん、もうこうなったらもうね、うん、PV みたいに、あの私は欲しいです、ね、うんうん、なかなかそういうものは持ってない、うん、ちょっとあの曲作りましょうか独りよがりっていうタイトル独りよがりっていうタイトルで言いましたね私結構他なので使うよ他なのでよくほらちょっと裸でこういうシーンの椅子に乗せ前に乗った分の周りで靴とか持っとるシーンで撮られる男の子のやつこういうねああそうね、ハイヒールをね、そうそうそう、あ、いいですね、カープユニフォーム着とったら怒られるよね私も一瞬今ここによぎったけど、さすがにちょっと公認取れないかもしれないもうまずね叩かれます、炎上しますそこにカープを使う乗っかるな、靴持たせるとは何事だ、ね、ハッシュタグでカープってつけとる炎上するわいやぜひ、あの私結構記憶力いいので今言われましたよね言ってしもうた有言実行派なんでやろうと思いますすごい楽しい、そうだからあの、うん、私は結構本気で、うん、あのいろいろ仕事に支障のない立場になったら本気でやりますよ生きる支障は関係ないんだ生きる支障は関係ない仕事だけでいい、そうそうそう、やっぱりね、なんかあの男性より女性の方が思いっきりがいいねっていう話をこの間してて、うん、そのまあ、退職した人がね、自由どうされますかって聞いたら、うん、まだ社会貢献やるよって、こう地域のなんかこう頼まれ事とかね、うん、男性って女性って結構ね自分の好きなようにするじゃないですか、まあ、それまでがだってねね女性はねだから結構女性ってその、うん、ね、ある程度の年齢になってあんまり人のお世話をっていうよりは、うん、まあ、そういう人もいらっしゃるけど、うん、結構のびのびねする方を、うん、選ぶけど男性ってなかなかそうじゃないかな、ずっと人の世話してきたのにもうしたくないですよねそうそうそう自分の世話させてくれたけどだからもうあの仕事に支障さえなければ生きることに支障ないので思い切りますよご主人に知らせないままにそうそうそれはそうですよもうあの心臓マッサージ起こしたら困るから7個の独りよがりっていうそこに繋がってこないいやでもね、何やかん言っても8年も活動してらっしゃるわけだから尊敬するんだけど、あのカープが優勝しない間というかもどかしい間っていうのはなかなか活動もどうですか。いや
やでもその優勝するまあもちろんしてほしかったのはあったんですけど、うんうん、根本にはありますけど、そのするしないっていうよりもその、まあ、好きっていう気持ちをどれだけ打ち出せるかだと思ってやってたんで本当に好きなんです。いや好きです、ね、だって好きですよ。だってバンド作っとるよいや そうなんですよね。いや普通にいないんですよ。だって、うん、バンドが先でカープなら分かるけど、だってカープが先なんじゃないですか。そうですね。カープあるけど4年前ぐらいに見たらちょっと赤ヘルじゃないかもしれないブラックヘルみたいな、ね、実は実は毎回変わってくな、うん、いやだからよっぽど好きなんだなって思いますよ、やっぱりね。まあそうですね、やっぱりそのいや一度試しにそのカープの応援歌を作ってみようと思って、で作ったんですよね一曲。それがレッドプライドっていう曲だったんですけども、もうそのままもうストレートにかっこいいタイトルでいきたいと思って作ったんですけど、その曲がまあ評判が良くて。いいですよね。そうなんですよ。いや、うん、ロックとかってやっぱりその年齢を選ぶというか、うん、好みもだいぶ選ぶじゃないですか、うん、なんですけど、そのレッドプライドっていうタイトル、まそのバンドでそういう曲を作る前からそのカープのつながりっていうのは結構あったんですよね。知り合いとかたくさんいたんですけど、ね、うん、でその中でそのレッドプライドって曲を作りましたっていうので聴いてくださいって聞いてもらった時のその評判がすごい良くて、うん、あやっぱその枠超えていくなと思って、うんうん、いきなり一気にその楽曲うんぬんっていうよりもそのメッセージもちゃんと聞いてくれるんですよね、うん、どんなこと歌ってんだろうって多分みんな思うんだと思うんですよ、うん、そうですね、でそこでもやっぱりあこれはやっていこうと思って、うん、もうやっぱりカープファンとしたらそのオリジナルの、はい、しかも地元の人が作った、ね、歌があるってすごい嬉しいじゃないですか。やっぱりそうですよ、だってこう例えばすごくプロって、まあ、その時はプロじゃないと思うんだけど、うん、なんか自分本当のファンが作ったっていうと全然違う感じがする、うん、やっぱりあのこうね、あの名のある作曲家とかなんとかそういうのもあれなんだけど、うん、なんかカープにぴったりするっていうか、カープってなんかあの他の球団と全く違うじゃないですか、まあそうですね、もう本当に全く違っていて、うん、なんかあのねプロ野球なんだけど高校野球のようなあの純粋さとか情熱とか、うん、私は外の人間だから特によく分かるんだけど、うん、だって巨人の選手はねベンチでこうハグしないでしょ、あのあ そ, う、ね、その同僚がホームラン打ったからといってしますか、うんうん、そうなんだ、しないんだ、しないよね、ハイタッチとか全然ありますけど、ハイタッチぐらいはあるけど、お前をやったみたいな、そういうね、まあこれですよ ねああいうそのすっごいこう近しい感じの、うん、あのボディタッチとかしないと思いますよ、ハイタッチぐらいするけど、まあそうですね、カープはもう本当にそれこそ逆転勝ちとかしたらもう優勝したんじゃないかみたいな勢いでうわーっと盛り上がりますからね。でベンチもまるでね、あの高校野球かなっていうぐらいなんかこう純粋にすごく盛り上がるじゃないですか、あれすごい魅力だから、そこへあの本当にあのすっごいファンの人がオリジナルでそういう曲を作ったって言ったらむちゃくちゃ嬉しい。あ、起用してほしいね、誰かね。いや、そうなんですよね。必要の時のテーマソングとか、ね、本当よ、もう本当に、でもその歌に書いた途端成績悪かったらすごいちょっとごめんねって思うよね、まあ、結構なプレッシャーはやっぱり、ね、あるよね、俺歌ってる限りみたいな。い、私ね、あの名前を出したらちょっと語弊が、まあでもこれはプライベートとかいいと思うんだけど、あの総研ホームさんってずっとカープの選手使うじゃないですか、うん、だったらあのバックに流してくれればいいのにね。お、今どんな使ってるんだよ。あ、普通のコマーシャルソングよ。あ、そうだ、ね、なんか歌ってるよカープの選手がね、でああいうのに採用してくれればいいの、うん、総研本部さん見てませんかねいつでも作りますよね。いや、その、まあ、絶対公認とかでも何でもないんですけど、それこそ鈴木誠也選手の曲は作ったんですよ、うん、もう神ってる男っていうタイトルで、うん、え、本人は聞いたことない、いや、ないんじゃないのかなと思うんですけどね。送ればいいのに、でもテープ、いや、そうなんですよ、もう今それも含めて、あの今年も年明けからずっとレコーディング、今ずっとしてて、ね、だってデモテープ送って本人がすごいいいなって思ったら使われるから、うん、
たい。かみってる男でしょ。かみってる。セイヤーですね。セイヤー。セイヤーなんだ。すごい聞きたい。ちょっとこう、あの何テーマ曲に。それでこう入場するじゃないけど、こう達成していくとか、いや、いいよね。もう本当に。だってよく既成の曲を使われとるけど、それよりオリジナル曲って言ったらちょっといい感じ。結構でもあの広島アーティストってね使ってる人いるよね。菊池とかもそうだし。そうですね。ぜひちょっとねなんか書き込もうか。すごい桜のように毎回。最近あれですよ、あのフェイスブックとかのメッセージとかで、それこそつい先日お願いされたのが、大瀬良大治当時の曲を作ってほしい。お願いします。来ました。お願いします。いやなんかそのすごいファンなんで、作ってもらいたいですっていうのがメッセージできて、うん、ああわかりました。ちょっといつになるかわかりませんけど作りますっていうのを。いやいやもうぜひお願いします。もう神ってる大瀬良。私長崎出身だから。うん、ああなるほど。大瀬良大治と今村はすごい応援してます。あ、そうなんですね。実は今村選手の曲も作ろうかなと思ってるんですよ。お願いします。ちょっと作っちゃいます。だからどういう状況であろうが大瀬良くんは今村選手も応援してるんですよ。あ、そう。だからもうあのユニフォーム大瀬良を買ってるんですよ。成績が悪かった時も大瀬良を、はい、理由なしに大瀬良くんですよ。もうだからもうハラハラするんよ、やっぱりなんか親のように頑張りようみたいな。で、なんか出たら出たれ、ちゃんとできるから親だ、親親です、親です、親ですなんかね、あの、あ、指名されたっていうかそのね、うん、言われたって嬉しいんだけど、ちゃんと務められるのか なんで大瀬良くんこの世代 あの奥様方に可愛がられるかな、ほんとそれやっぱりほら息子でしょ息子の感じでしょ。なんかこうなんか心配になるオーラがあるよね、うん、いやいいね、なんかそういう子なんか、うん、なんかだから成績が悪かったら悪かったで、うん、やっぱ心配だし、うん、で呼ばれてマウントに立ったら立ったでちゃんと最後までいけるキャーじゃないんだ。そう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 なんかそんな感じなのでぜひお願いしたいと思うし、で今村はちょっとほらあれだから笑うなっていつも絶対笑わない。大瀬良くんのところ歌詞に、はい、うん、なんかみんなの息子とか書いとけばいい。そうよね、私たちの息子大瀬良。そうそれ俺が歌うんですよ。お母さんを心配させないで。うん、いやいや俺が歌った瞬間からなんかちょっと複雑な関係になりますからと言ってたよ。うん、すごいわがままなんだけど。今日楽器ないよね。ドラムとか持ってきてない。いやドラムもいやドラムとか持ってきてないと聞こえない。でなんかこのバーって開けたらジャーンってなるから。デレー。やるよみたいな。ちょっと直してもらえますか。待ってる待ってるずっと。え聞けるの？聞ける？直してもらったらどうですかね。どれ一番自分の中で好きなの？あ、一番好きなの、いや、うん、どれも好きなの。それかあの人が聞いて、うん、一発目からこう入れるやつ。あ、うん、だとしたら、うん、チャンピオンオブレッドかな、うん。チャンピオンブラッド。チャンピオンオブラッド。あ、オブレッド。チャンピオンオブレッド。どんだけブラッドが好き。私とんでもないことに気づいてしまったんですけど、あのねそこ赤鬼がいるじゃないですか。うん、どうして黄色鬼とか青鬼じゃなかったのかなと思って。だってぶつけるわけだから。え？あの黄色青。そ踏ん張ってもらったらいいんです。あ、そうね。いや赤がぶつけられるのかなと思ってちょっと心配。踏ん張ってもらったらいい。あ、わかりました。で逆に黄色と青が退散しても赤が残ってるパターン。あ、なるほどね。もう振りかかる困難。振りかかる困難に負けない。俺に任せろぐらい。俺は負けねえぜ。あ、それいいですね。もう青よくばこっち側につくぜみたいな。明日ですからね、うん、明日ですね。ねえ、うん、私も年の数だけ食べられなくなったんよね。あれ無理ですよね。80代とかもう80個無理でしたね。うちの母なんかも大変だからもうあのこれぐらいにするとかって言って途中でやめてます。そうでしょ、粒数が多すぎて年の数だけ食べなきゃいけないじゃないですか、うん、前にもね。だから
か粒数が多すぎて。そう、私ももうそろそろ歯に詰まるようになってきましたもん。あの豆。リアルな。絵と変わらないって言ったんだよ。上の方で。だってケンちゃんそういうことないでしょ全然。もう飲み物よね。そうですね、なんか、ね、飲み物。豆で歯が折れたこととかない。全くないですね。その。うんねえ今から分かるよこのみんなが言ってた言葉がね、うん、豆食べてなんか急に喋ったらむせてずっと心にあるとか春日分かるとか絶対食べれるのねそういう前にこういう春日ものかかるのかな、うん、もうちょっとかなそうですね、うん、いやいやいやでもまあせっかく野球って役よけ前にあおー分かりましたいいですね、このあのこうバックがあるっていうのはああ、いいですね、ねえダブルダブルドラムにこと。なんだこれ。こんな初めてやる。同じ場所がちゃんとこうやってなんかすごいなんかね
新しいですね。新しいよね。ツインドラム。ツインドラムいいんじゃないですか。はい、いやでもボーカルなのに、うん、まあ元ドラマーとはいえ、うん、叩けるんだなと思って。いやいやその、あの楽譜というか。ああ。だってこれ叩いてるのケンちゃんだよね。あ、そう。でも元々のあの大まかなフレーズとかを作ってるのはもう全部翔ちゃんなんで。だから叩いてる。ぴったりでしたよ。ぴったりでした。動きが。絶対これ送る。二人の足がすごい。めっちゃ可愛いの。これあの動画で撮ったのでアップしてもいいですかね。ああいいですよ。いやもうむしろ見たいです。いや普通こう出て二人で歌うわっても二人でドラムはないでしょ。ちょっとなかなかない。いやでもなんか今かっこいいことがツインドラムもあるんじゃないですか。でもすっごい機材がでもあそうだよね場所取る場所取どっちのドラムセットが派手かみたいな、ね、そっから意地の張り合いが始まるいやなんかあのテレビなんか見てて私この間ちょっと疑問に思ったのはツインドラムのあれがあったんだけど、うん、ツインドラムの時ってこうあなんていうのパート分かれて打つんかなそのまま打っちゃってるんですか分けてやる時もあればもう一緒にぴったり同じものを叩くっていうのもありますし、ね、ちょっとかっこいいよね、まあ、そうですね迫力はでもインパクトありますねうどうですかねえツインドラムすごいザックなドラムドラムバトルあでもドラムバトル一回やってみたいけどねそうですねあてかやってみたいのがオープニング幕開いたらケンちゃんがボーカルって一回やってみたいよねあーいいね期待大いに裏切りえオンオフみたいなエアでかかってるの声ちょっとの声かかってずっとかかってみんなが結構そう入れ替えしてるあそうだねあそれもねそして途中でみんなが顔合わせてちゃちゃうちゃうってこいつなんでプロデューサーやったん曲なってるのにあの変わるの口パクかいみたいな普通にこうやっていいかもしれないできるねできるねできるよねいやかっこいいいいんじゃないですか、うんしょうか。もう一回やってみよう。ちょっとした瞬間誰かが、うん、えって、こうやってこんな感じで。一曲フル真面目にやる。あ、そう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 。やるなあれみたいな。うんうん、それ、うん、それいいと思う。だってまず、うん、えってなってでやってみたらすごいまたちょっと違う味で。意外性が欲しい。そう。あのそのままだから正直言うと。でも自分もやっぱり。ずっと後ろでドラム叩くばっかりなんで、うん、一回ステージの前でやってみたいのはでも出たよ出たよ出たよ俺がボーカルになった理由と前で一回歌ってみてその足を締めたらすごい気持ちいいのうわめっちゃ気持ちいいなみたいな見てて困るボーカルのタイプの歌い方の人いるでしょずっとこうやってポッケー手突っ込んでこうやってまたこうなる人なんか見たら、あっみたいな流し目とかやり出す、こっち見てセンター立ってみたらどうですかちょっと次の曲も歌っていいですかねいや俺がこう前、やっぱりこう、あーみたいな、また着席するみたいなこれやろうよね、ねえだって皆さん歌えてるし、そういうなんかすごいなんかできそうな感じがするちょっとコミック的要素もたまには欲しいよね。いや、本当いろんなことをやりたい。やっぱりこうカープをそのね、うん、あのコンセプトにしてるから、やっぱそういうみんなに楽しませるとか、うん、エンターテインメント性をもうちょっとこう、うん、あっても、なんか僕らのレッドヘラーみたいな。そういう歌がいいって言ってもらっても今ね勝手にプロデューサーっていうところでごめんねたまにあるそういう時間がしばらくちょっと聞いとってもらえる、うん、今勝手にプロデューサー意外性というかの見ててみんないいじゃダメですよねそうそうそうあの人のなんかおかしかったでもいいから、うんうん、やっぱりそこが欲しいでもそのおかしかったいうものもレベルが高くないといけない、うん、そうそうそう中途半端なおかしさは自分らの自己満のねそうそうそう、うん、ちゃんと客観的にできた、うん、あのおかしいの中にも上手におかしいの、うんうんうん、あれは欲しいなって思うでもその中にないでない絶対っていうしまった時のかっこよさ絶対それは意外性はいいし、うん、欲しいと思います。それかと思ったらこの人はちょっとおかしいんじゃないっていう、うん、そうそうそう。いや私ねその、 あのカープの地元でカープで、うん、でみんなからもそのなんていうかな歌作ってとか言われるバンド
だから、うん、もう一歩今度はすごい俺たちのみたいな、俺たちのカーププラス俺たちのレッドヘルアーミーみたいな感じで、そういうこうみんなに親しまれる感じの要素、うん、いいですね、そういうものに例えばさっきのようなちょっと茶目っ気とか、うん、そういう皆さんを楽しませる要素とか、そういうのがあと、っていうのもし、うん、みたいな、そうそう、だから、うん、あやってくれたねみたいな、うん、要するに、まあ、僕らのカープ、僕らの、あのレッドヘルアーミーみたいな、うん、そういう要素があったらなんかすごい愛されるバンドになって、その独特の存在感っていうかね、うん、どこのバンドとも全く違う存在、うん、僕らの私たちのレッドヘルアーミー、女装しようか、スタンスいいかなと思って、女装もね、すごい綺麗じゃないとダメなの、逆にもうバリバリやりますよ、ヒゲどうする、ヒゲヒゲどうする、ヒゲはそれ、もう当たり前、そういう風に決まってないですよ、もうそれで一発のためにもうヒゲ剃るんじゃ、もうヒゲ剃りますよ、もう何のあれもないですからね、プライムなんか受けるならもういかない、ケンちゃん結構可愛くなるタイプよね、あ、ケンちゃん、たまどない、マジでちょっと勝手にプロデュース入るよ、うん、この手の顔いけんのよ、いけんの、この手の顔いけないんです、あれこっちの方がまだいけるんです、うん、ほら、こう切れ長の目なので、で、こうスッとした、だからあの、なんていうの、梅沢富美男さんがこう綺麗にするとむちゃくちゃ綺麗になるじゃないですか、関係ないタイプの綺麗、素敵じゃないですか、似合うと思います、自分も一人上がりって写真しますか、一人ぼっち、一人ぼっちで行こう、一人ぼっち、一人ぼっち、一人シリーズずっと作っていく、一人シリーズ、一人シリーズ、面白い、アミューズでずっとね、あなたの一人シリーズ作りますね、いいね、え、で、二人がじゃあ出るの、あの、そのモデルバージョンで、一人シリーズ、あの、男性版、一人シリーズ、ちょっとかなり昔のお嬢さん版みたいな、で、アミューズさんで、もうほら、あなたの一人シリーズ作りますっていう、サンプルで私ってでも勇気湧く、やろうやろう、これはこうなりますみたいな、ちょっと勇気湧く人がいっぱいいるんじゃないですか、ね、私もやってみよう、ケンちゃん結構勇気いるしかも多分出るよあの相手の男ぐらいね、相手の男ぐらいうわー、これはきついな、いやでもなんかあのいろんな可能性に挑戦するレベルいいんじゃないですか、ああ、まあそうですね、うん、私なんかそういうこうだってすごく上手いし、うん、だけどこうただ上手いだけじゃなくて、せっかくカープをコンセプトにされてるから、うん、こう広島中の人がこう愛するような、うん、そんな存在感がいいなと、でそのうちこう街歩いてたら、ケンちゃんだなと、あの一人よがりのあの一人よがりのケンちゃん違うわよ、ケンコよケンちゃんって言わないんだよ、男の子みたいじゃない、ケンコよもう広島で知らない人はいないみたいな、おー、いいね、広島太郎かケンコか、もう通りなみたいな感じで、通りな、一人よがりのケンちゃんですか、すごいね、一人よがりのケンちゃんですか、ここも出るの名前一人よがりフェイスブックの名前も変えねえけど知らん人聞いたら一人よがりのケンちゃんってなんだと思うあの人一人よがりなんじゃんめっちゃ面白い、いろんな可能性をね、あの、はい、この勝手にプロデュース時間はいつも楽しいよね。もうごめんなさい、ね。ああ、いやいやいや。妄想が働いてしまう。そうなんよね。楽しいね。うん、でも本当にあの力のあるバンドさんなので、あのせっかくカープがコンセプトだったらもっとこうね、なんか親しみのあるお茶目なところもどんどん出していって、うん、なんかこうみんながあの愛するようなというか。歌ってでも3分4分ねあるでしょ。あ、そうですね。そう考えたら、はい、あの。私3分4分で結構飽きるんですよ、歌すぐ見てて、あの興味ない人、うん、だから最初と最後がすごいインパクト変える人ってね、見ててすっごい、だけど特別うまいなら3分気持ちよく見れるけど、中途半端だともう1分後に嫌な、30秒ですね、我慢できて分かると思う、まあ分かります、うん、だいたいみんなでちょっと立とうかないうのってだいたい15秒から決まる、うん、うん、その時になんか一発何かかましてくれて違う展開を見せてくれたら、ちょっともうちょっと見ようかなこの人らってなる、ああそうね、ワクワク感がそう、ちょっと、うん、あの
もうこれこれまでかなって思ったらさっさと立っちゃうけど、うん、なっちゃうよね、どうしてもね、うん、ちょっとなんかやってくれそうだからちょっと立つのちょっとね、うん、もったいないな、うん、だから15秒後に叫ぶバンドとかもいますもんうまいこと結構特定されますよね、それ15秒後に叫ぶバンドでも昔のバンドの人らちょっと見たら分かる、大体そこの秒でね、変えてるの、あ、ね、うん、イメージを一応心理学的には勉強したんだよね、うん、きっとね、その人たち、そう、あの最初クールに始まってなんかモソ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 言ってるからね、始まりが大体そこぐらいからジャーンって始まる、はいはいはい、あ、なるほど、うん、なるほど、飽きる前にみたいな、そんなんだけどずっとモソモソ言ってるよね、確かに確かに、うん、そうなんよ、なんかね、あの、例えばこう YouTube なんかで見てても、うん、もう長いと、うん、最後で聞けないよね、うん、よっぽどのレベルだと聞くけど、うん、まあだから、いやでもまあだからといっていろいろせえという意味ではないんだけど、なんか私は地元愛っていうのはすごいいいなと思うから、うん、ぜひ愛されるか、まあ今も十分愛されてるんだけど、もっともっとこのこう球団だとカーブ、はい、バンドだったらレッドキュちょっといいなと、そう考えると女装って関係ないですね、そうですね、なんで逃げようとするいや女装がきっかけになるかもしれない、女装がきっかけになるね、多分このトークの間ずっと助走させられるんだろうそこがきっかけになる可能性だ、そこがきっかけでバーンってブレイクする可能性だってね、いや、うん、でもそれちょっと一緒のバンドで立てるのそれ、いや僕全然いいですよ、あ本当、もう全然その辺あのもう本当にヒゲと一緒でこだわりないんでただ伸ばしてるだけ、助走っていうよりビジュアル系バンドに変身してる今男の子っていうのもいるしね、あ、うん、娘って書いてるし、うんね、カミングアウトしたっていいし、うんうん、今日はごめんねって別にカミングアウトしたっていい人だ、そういう風にあえて作っちゃう、なんかやってる途中で今日メンバーがちょっと違うと思うけど言うことあるだろうみたいなあの待って大事よね、トークの間でちょっと置いて、え、何って言って言うことあるだろう前で、うん時々あるみたいな、いやもう完全キャラ作られてるし、おいいかもしれないね、手こ入れだ、手こ入れ、悪い方でも大していいとこいい方もねバーンとあるわけじゃなかったらこっちもいろいろ人間で全部 Y の字でできてる、まだ若いですからね、可能性がそうだけ可能性で言ったらね、全て Y で両方持っとくっていうのが一つの棒なわけなんで、あ、うん、なるほどね、そうそう、どうやってプラスアルファを作るかなですもんね、そう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 、ドラム叩くなんて当たり前、うん、うまい当たり前、うん、じゃあそこにプラスアルファがないとやっぱりその飛び抜けることができない、竹本プロデューサー、竹本プロデューサー、竹本プロデューサー、名前まで変わりましたけど、そうね、あのやっぱりそういう、いや、いつも言ってるんですよ、その絶対にプラスアルファがなくてダメだって、うんうん、その上手いとか、うん、その曲がいいとかって、うん、もうそれ当たり前だよみたいな、うん、いくらでもいるじゃないですか、そこにプラスアルファがあるから、うん、人より頭が1個出るわけで、飲食店で美味しい当たり前みたいなもんね、あ、まあまあまあ、そうです、そうです、本当に最後についてくるデザート、この一品がすごく美味しいからもうすごいもう完成されるみたいなのもあるじゃないですか、そこのおかみさんがありえんほど面白いとか、ああ、いやでもそうですよ ね、 すね、旅館がそうですもんね、うん、いやそうですね、本当に、うん、そうなんよね、考えてみたらそのプラスアルファで選ぶわけだからね、うん、それが そこなんだいいのか赤ヘル軍団、それで、いや僕もう何でもありですからね僕本当何でもありな人なんで、私この間ね、うん、あのネットで今あのハイドがあのすごい話題になってるじゃん、なんか50に近い、うん、50ぐらいなんだけど、すっぴんがありえなく可愛いとか言って、うん、だってね、ビジュアル系バンドのボーカルでもかなりな、うん、普通に言えばおじさんなんだけど、うん、ありえないほど可愛いとかいうような、そういうね、なんか、うん、誰とも違う不思議な存在っていうのがやっぱり持ち味、うん、まあまあそうですよ ね、うん、確かに、だからなんかそういう何かケンちゃんにしかできない、そうなの、いやまだあとで2人おったよね、なんか、あー、います、います、はい、いやでも彼が一番若いんじゃない、まあそうですね、あ、ごめん、ケンちゃんしかできんよこれ、何それ、いやちょっといろいろ見たらやっぱり健康はケンちゃんにしかできない、一番左端の人も結構いけてると思うんですけど、じゃあオーディションしよう一人よがりオーディション、
鳥居オーディション。ション何がなんだか。なんかみんな綺麗系じゃないですか。いやそんなことはないと思うんですけど。いやいやいや。あでもこの間東京でライブした時言われたな、なんか。今日のバンドの中で一番かっこよかったですっていうのは。ああ。あそうそう。僕の女装ですあれ。本当？見せて。僕の女装です。もうずいぶん前の、ずいぶん前の写真、ずいぶん前の写真ですよ。言うても。あれ。どういうタイミングで？いやこれは女装してライブしよう。あじゃあすでにもうやってる。もうやってるんですよ。やってるんですよ。いやだから僕は何の手入れもないんですよ。何もそんなこだわりはないよって。もうそうなんです、そうなんです。もう全然ありなんです。じゃあバンドのコンセプト2つ。そのカープ愛の男子バンドとカープ女子バンド、はい、今日はカープ女子バンドでやりますとか綺麗ちょっと負けれないよ。いやいやもう負けとるわ。いやケンちゃん負けれない。可愛くなりたいとかいやもう、もうケンちゃん、いや、やるからにはね、やるからには、まあ、やると決まれば、うんうん、そうやるからには。私今、うん、私の自分の思いつきながらすごくいいなと思ったよ。だから今日はカープ女子バンドでやりますとか。ああはいはい、いやそれ僕思ってたんですよ。面白いよなと思って。本当にメンバーにまあメンバーに話せずにいたんですけど。いやそれありだなと思ってたんですよ。カープ女子バンド。いや私ありだと思う。でもね、あれ中途半端なカツラとかやめてほしいね。ああまあそう。きちんとしてほしい。いやだからメイクはほらプロがいらっしゃるからきちんとしてでカープ女子バンドでやる日。私行きますよキャーとか。ピンクのユニフォーム着てね。ドラムの横にクマいるの。カープ女子バンドいいじゃないですか。やりだしたらでもちゃんと本物で激しいの。そうそうそう、もちろんもちろん。肩にクマ落ちる。でーぴゃん。そのなんていうの、二面性じゃないけど、そういうね、ギャップで、どうせカープ愛がコンセプトならもうとことんカープ愛ですよ。まあまあそうですよね。だからカープ女子バンド、ある時はカープ女子バンド、ある時はレッド。仕方ない、今度カープ女子の集まり連れていくよ。カープ女子デビューしてから、ね、ちょっと今日連れてきたんだけどいいかね。カープ女子の人たちってすごい、ケンちゃんとかすごい大世話じゃないけどなんかこういい感じにケンちゃんって言いたくなる雰囲気なんですよね。あのね、年寄りって大体ねお世話したい、あの違う意味で。さっき言ったけどお世話はしたくない言ったけど、あの頼まれてお世話はしたくないけど、この子なんとかしたいってね、もうアイデア湧き出したらしつこい。すごくしつこい。それはもうね。だからカープ女子の集まりに、その割とどんどんデビューしたらどうですか。あ、そう、違う意味の応援がいっぱい入ると思う。大丈夫かな。お母さんたちがいっぱい。お母さんたちがいっぱいな。お母さんたちがいっぱいな。すら響いてない。いや、だってレッドさんたちってあれじゃないですか。どちらかというと男子のファン多くないですか。女子も多いですか。あまあでも半々ぐらいじゃないかな。でももっともっとカープ女子のファンを増やしましょう。まあ増やしたいですね、確かに。黄色い線欲しいよね。女の子って女装好きですよね。女装好きだし、やっぱりそう、意外性が好きだし。カープ女子を味方につけたらいいんじゃない。一番ね、中途半端なのがカッコつけて出るのが一番怒るんよね、女の人ね。わかると思うけどね。広島城にいる分とかさ、言うな、やっぱりね、ああいう分みたいに、はっていうのが顔出してすごいかっこよくるとイラーっとくるよね、あれ。今私いつもイラっとしてる。あれだって3時間ぐらい文句言えるもんね。対談してくれ。そう。主題歌してなかった。まあ、カープ女子。カープ女子をちょっと今度攻略したらどうですか。でも新しいですよね。カープ女子。だから、どんどんカープ女子の集まりにちょっと。いや、お願いしますよ。世話役ばっかりよ。しかもね、それね、いや、でもって言ったらもうダメなんね。確かに、全部確かにって言わなきゃいけない。いや、私ね、やっぱりこう戦略的に思うのは、女子が味方につかないとやっぱりダメだと。市場は女子で動いてます。女子が味方で、そのカープ女子の方々に
もうそれこそもうケンちゃんそんな着てないでこっち金さいやみたいな、とかあなたが好きって言うたらこれもこれだよみたいなそういう風にファンがついたらすごく素敵だなと。まあでも、うん、やってるやられるこっちもやっぱ嬉しいです ね。そう、手作りも食べに行けない。でいい、知らん人のもうそれ食べるよねこれ作ってきたんだもん、食べるけど、うん、マジ美味しそ う、 食べる食べる。俺でも美味しくいただきます。いや、例えばよ、例えばそう、でも俺がなんで乗っかるかわからないから、まあ目は、ね、プロデューサーしたい方よね、うん、今3対1じゃもんね。例えばその持ってきた、まあ、ファンの人が作ってくる、これ手作りで作ってきましたんで、うんうん、もう大嫌いなものだったらどうする。なるほど。もしくは大嫌いな人、大嫌いなものじゃないけども食べてみたらうんっていうものだったら美味しくない、その時はどういう反応しますか。それは考えるまでもないじゃん。美味しいです、ありがとうございます、そっち系ねそれしかない。どっちかに分かれるしかないよね、超上からなれる人で、お前下手だしみたいな言える人、あ、うん、ダメです、カープ女子はそうやってカープ女子じゃない、カープ女子って素朴だからもうカープ女子は なぜか説教されるカープ女子は多分まだ何も言ってない何も言ってないよね、ケンちゃん本人何も言ってない、何も言ってないよね、いきなり説教されるちょっと黙っとるだけこれに耐えれたら入れるよね。やっぱりね、あのカープのファンの人って感謝の二文字大好きね、やっぱり。あ、まあでもそうですよ、だからもう全て感謝するで、たくさん食べれなかったら、はい、後で仲間と食べます、ありがとうございます、うん、あ、せっかくなので、みんなで分けて食べたい。言われたことを次してきてなかったらすごい怒るよね。ね、あのシリーズ。あ、そうです。こういう風にしたらいいと思うって、あ、じゃあしてきますって、次して、してこんかって言ったら、あ、いや、でもって言ったら、あ、もう、まあ、まあ、いいわ、じゃあ、って言われる。早いよね。そう、うん、おばさんらはね。うん、でも、まあ、あの、おば、私が言うのも変だけど、おばさんらは、ありがとうの文字が好きなので、うん、感謝します、ありがとうございます。可愛がれると思う。でも本当はね、キャッキャッキャッキャされたいんだと思うけど、キャッキャッキャッキャはちょっともう無理かもしれない、うん、キャッ、うん、でも、まあ、やっぱりどっちかを捨ててどっちかを拾わないと、うん、二つは拾えない絶対、うんうん、でもまあね、あのケンちゃん素朴な感じのキャラだから、うん、やっぱりそれはキャッキャを捨ててもうあの力強いスポンサーの方を選んだ方がいいと思う。権力、おばさん、おばさんの力持ってるよ。おばさま方を、まあ、支えていい、すげえ声ちょっとね、終わる時間なんでちょっとあれなんですけど、ごめんなさい、あの来月のユーストリーム、このカープのままなんですが、はい、来月はですね、俺たちのカープドラフト選手権っていうのを行って、ここにカープファンを大体3人か4人で、ある程度作ってきてもらいます、自分のドラフトっていうの、はい、うん、それを選手権していくっていう分で、ちょっとまだあのその主催者が今人数集めてるんで、それやりたいって思ったら、あ、もし、はい、え、はい、おっしゃってください。はい。ありがとうございます。だらだらならないように頑張ります。そうです口論とかね。ちょっとあのプロデュースしたい素材がいらっしゃったので。まだ帰れそうに。番組後もね。番組後もね。まあ、レッドヘッドアーミーの今年のテーマはあのカープ女子です。決まった、今決まった、今決まりました。カープ女子になりたいの？いや、カープ女子にもなるけど、カープ女子にあの愛される。あ、まあ、これまたおばさんがもう一人言うと下手にそういう売り方をすると、いや別にいいしって言われるよ ね、 ね、難しいよね、こらえがね、難しいですよね、難しいですよね、うん、本当に、うん、でもご活躍を期待しております。ありがとうございます。なんか近々のあれはないですか、ライブとか。あ、近々ですね、はい、それこそ3月に、はい、またちょっと日程決まってないのが一つあって、はい、3月のいつだったかな、まあ、それこそあの東日本大震災のちょっとチャリティーイベントというか、うん、あの、いつもでも関わってらっしゃるんですか。あ、そうなんですよ、ずっと関わってて、その映画があるらしくて全国を放映して回るらしいんですけど、でその時に、まあ、広島でやる時にちょっと歌ってほしいって依頼が今来てて、でもしかしたらその映画の主題歌になるかもしれないよみたいな感じで今話が来てるんですよ。じゃあ、あえて歌作るの？あ、もうあるんですよ。あ、
その時にその審査の時に作った曲があって、それがまあすごく勇気の歌っていう曲なんですけど、そうなんです。それがまあ3月にあって、あとはあのちょっと先ほどちらっとおっしゃられてましたけど、そのまあ広島省のうんぬんかんぬんっていうイベントにあの僕たち一緒にライブするので、パーティー映ってる。はい、うん、ちょっと頑張って盛り上げさせていただきますので、はいはい、広島を盛り上げていただきたいと思います。無事に終わりましたかね。皆さんあのすごく素敵なバンドですので、めっちゃ崩しよるよね。いやいやいや、でも楽しかった。今年は CD は出さないんですか？今年は今のところはとりあえず予定はなしで、はい、はい、これどこで買えるんですか？あ、これはですね、基本的にもう手売りで販売してるものになりますので、あのホームページから問い合わせていただければ、ああ、郵送とかでも、はい、ここでも買えますよ。はい、アミューズさんでも、はい、アミューズなんだ。一人よがりは予約、予約でしょ？一人よがりはまだ。制作中ぐらい。曲とか入るんじゃん。一人よがりを制作したいときはアミューズ。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、本当に。ああ、いえ、ございます。刀にしすぎました。